現代的にアレンジされたプルックの道具。プルックとは、マヤの一部の地域で行われるボードゲーム。二人で競技するゲームで、スゴロクに似ているが、敵の駒を殺すことを目的とする。ベリーズのモパン族の間では、ブルと呼ばれる。フェルベークによると、アステカのパトリと共通の起源を持つ。ここでは、1906年のドイツのカール・ザッパーの報告をもとに、R.C. ベルが記述した、ケクチ族のルールに従って述べる。はしご状に11のマス目に区切られた盤を使用する。伝統的には、トウモロコシの芯を10個並べて作る。サイコロの代わりにトウモロコシを4粒使用し、片面を黒く塗る。これを投げて表が出た数が面になる。ただし、全部裏の場合は5と数える。平たい円盤状の駒を角5枚使用し、色によって敵味方を区別する。両端のマスが各陣の陣地であり、最初は自陣に駒を並べる。出た目の数に従って駒を進める。すでに味方の駒のいるマスに進むことはできない。進んだ先のマスに敵の駒がいる場合、自分の駒を敵の駒の上に置き、敵を捕虜にする。その後は、捕虜は一番上の駒と一緒になって動く。駒が敵陣に達した場合、その駒と下になっている味方の駒は自陣に戻されるが、捕虜になっている敵の駒は殺される。なお、敵陣内にいる駒を捕虜にすることはできない。敵の駒をすべて殺すと勝ちになる。ありがとうございます。